諸君よく聞け、これより任天堂スイッチで配信されるタイニーメタル虚構の帝国について作戦会議を行いたいと思っておる。どうした総長、なんだか朝から騒がしいな。これはこれはボルフラム隊長、今から重要な話をするのであります。手短にな。本格大シミュレーションゲームの決定版タイニーメタル虚構の帝国が任天堂スイッチに登場であります。どんな戦場が待っているんだ。まず大きな要素としては、綺麗なグラフィックスから生まれる迫力ある戦闘シーン、戦場を駆け巡る豊富なユニット、市街地はもちろん砂漠や雪山マップでも戦闘が繰り広げられます。プレイヤーの戦略が試されるな。それだけでなく、オンラインマルチプレイモードでは世界中の戦友たちと熱い対戦バトルが行えますぞ。ほう、それは興味深い。さらに注目すべきポイントは、なんといっても人型兵器ユニットの登場。これには私も胸が躍ります。私も乗れるのか。もちろんでございます。選べるミッションも各モード合わせて100種類。キャンペーンモードでは戦場に生きる戦士たちの物語が描かれるのであります。それは先が気になって眠れないな。そしてそして、我々豪華戦友陣が重厚なストーリーを熱く盛り上げていきますぞ。なかなか強気な発言だな。ところで気になる値段はいくらだ。なんとなんと驚きの1800円。当然一緒に遊びましょう。おい、どこかで聞いたことのあるフレーズだな。このボリュームでこの価格、これは買うしかないな。隊長、私も買いますので、マルチプレイで鍛え直していただけませんか。姉さんたちには内緒だぞ。タイニーメタル虚構の帝国、任天堂 e ショップにて配信。